世界で活躍する人にインタビュー You Know Me Podcast。 この番組はマキオとショーンが海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日更新。 Spotify と YouTube では音声だけではなく動画でお送りしておりますので、こちらもチェックしてください。質問、リクエスト、コメントなどもお待ちしております。ゲストは夫の大学時代のクラスメイトである台湾人のヨウさんです。今回はキャリアのことというよりも雑談トークとしてお聞きください。本日の茶柱。皆さん、ご無沙汰しております。2週間ほどお休みしてしまって申し訳ございませんでした。実は夫と私は2週間ぐらいかな、日本に滞在しておりました。私のいとこが結婚式が名古屋であったので、まあ、それに合わせて帰って、あとついでにちょっと周りの伊勢の方とかも旅行して、で、東京の実家戻ってきて、で、夫は合計で2週間くらい滞在で、私はさらに1週間日本に滞在しておりまして、現在は台北と日本で別々にいるので、今回はオンライン上での収録となっております。それでは、ショーンユーさん、日本で2週間過ごしてご感想いかがでしたか？日本の Wi-Fi 全然進歩してない。ちょっとがっかり。日本は人が増えたね。私、1年前にいた時にそんなに人がいなかったんだけど、急にもう10倍、100倍ぐらい増えた。別にさ、人が増えたわけじゃないよ。あれでしょ？パンデミックでさ、みんな出歩いてなかった影響でしょ？別に人口が増えたっていう感じじゃないと思う。むしろ減ってると思うけど。ああ、そうなんだ。でも、人が増えたって感じるんです。外国人にとって、あ、人が多いなと感じたんです。でも今回ってさ、三重の伊勢に一緒に行ったじゃん。そこでもちもち な伊勢うどんを食べれて嬉しいです。すいません、いつも食べ物の感想だけですけど本当だよ、食べ物ばっかりなんですが、そうですね、まあ、伊勢うどんという、まあ、地産地消のもちもち太いうどんを、食べて美味しかったですね。これから他にもいろいろ行きましたけれども、伊勢以外にもどっか覚えている印象的な場所はありますか？柿食べました。美味しかったです。でもそれは伊勢でしょ。なんかもっといろんな場所とかもいろいろ行ったと思うんだけれどもさ、今回ってさ、温泉旅館も行ってて、私最初全然やろうとは思わなかったんだけど、マキはちゃんとやってて楽しかったなと思って。説明をすると、はい、伊勢で泊まったホテルがですね、なんかミニゲームみたいなのをホテル側が用意していて、結構大きいホテルなんですよ。本館と別館とかがあって、温泉も2箇所、それぞれ2箇所ずつあるみたいな感じなんですけれども、ホテル内のどこかに七福神の怨霊が隠れていると。で、それを全部写真で撮影してフロントに見せると、景品ゲットっていうゲームをやっていて、多分誰でも私以外にやってる人はいないと思うんですけれども、私はこういうのを見つけてしまうと、なんかちょっとやりたくなってしまう性分なので、探検ついでにね、こう全部7個探して景品でキーホルダーもらうっていうことをねやって、すごく私は楽しめたんですけれども、どうでしたか？台湾もこういうゲームやった方がいいじゃないか。その観光地はこういうようなイベントがあればいいなと思ってね、いろんなもの探しと、まあ、文化も入ってるでしょ、歴史も入ってるし、とホテル内の施設をちゃんとそれを探すのは、あれは私にとってはいいブランディングといいゲームだなと思いました、本当に。そうそうそう、なんかちょっと説明不足だったけど、七福神の隣になぞなぞみたいなクイズもついていて、それにも答えていくっていう仕掛けにもなっていたので、ダブルで楽しめるんですけれども、まあ、よくね、考えられたすごいなっていうふうに思って、ああいうこの細かな設定作りって本当日本は得意ですよね。お土産もね、ちゃんとなんか地域性のアピールをするじゃん。それは本当に台湾でもそうだし、アメリカ特にそういうが欲しいね。思ったのが、例えば伊勢だけじゃなくて、伊勢のなんか細かいところにこういうようなお土産とかアピールがすっごくするんだけど、パッケージもそうだし。でも例えばアメリカってさ、ダラスといえばバーベキュー、うん、でもバーベキュー何が違うの？ここダラスとヒューストンのバーベキュー何が違うのがはっきり言えないじゃないですか。あるいはバーベキューソースとかもパッケージが違うんだけど、その特別なところはあんまり
言わないというか言えないかもしれないよね。というのがこれが本当にアメリカもそういうのがあったらいいなと思って、台湾もそうだし、台湾もあの夜市でさ、台北に食べてるものと台南食べてるものは名前は一緒だから味が違うんだけど、全然何が違うのははっきり言えない。な、日本だとさ、もう電車とか、まあ、車でも2、3時間行ったぐらいの距離でも結構売ってるものが違ったりとか、それぞれの土地でお土産品ってあるけどね、ダラスとヒューストンなんて車で5時間もとすごい遠いから、なんかいろんなそれぞれの地域性のものがあっても、あの日本で考えればおかしくないんだけれども、とやっぱりアメリカっていうのはね、そういう文化があまりないので、そこがまだ手薄になっているかなというふうに思いますね。日本の文化を学んで、もっとちょっと個性的なものを出したいなと、私の今回の感想。本日の湯飲み。本日のゲストはりょうさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず簡単に自己紹介をお願いします。私はりょうと申しますけど、その隣の男性。はい、ショーン・ユーさん。はい。単語大学のクラスメイトで友達です。私兵役してから4年間5年間くらいの日系企業で働いていました。でその日系企業で働いていて、よく日本人たちの考え方と台湾人たちの考え方とはなんか、まあ、かなり違いますよね。でな、私のもともとの性格は何かあったらはっきり言う方で、でも日本人はそうでもなくて、日本人はなんか言いたいことをはっきり言わないで、そして会議のための会議ですね慣れていなかったところはまあいろいろありましてね、自分の性格とは合わないと思っていました。でも生活のために私日本語喋れますから、あまり楽しくなくてもその仕事を続いていましたね。でも今の仕事は挙手という言葉の学校で日本語を、もう台湾人に日本簡単な日本語を教えています。でも日本語といっても旅行の会話、ビジネスレベルはまだですよね。あと50音を習ってから会話とか文法とか教えています。日本語を教えていて初めてオフィスの雰囲気はちょっと合わないと思って初めて思いましたね。今まではずっと我慢していました。今の仕事は本当に良かったと思いますね。今日はなのでこう何かのこう一つにスポットを当ててお話しするっていうよりも、まあ、この夫ショーンとの同級生という間柄もありますので、ちょっとまあいろんな雑談を交えながらね、はい、こうリラックスしながらお話をしていこうかなという回になっておりまして、今はだから日本語を教えていらっしゃるっていうことなんですけれども、以前その勤めていらっしゃった会社で台湾にある日系企業ですよね。企業名は別にいいんだけれども、まあちょっとそこでの経験とかやっぱり日本人とか、まあ、海外の人だと気になるとこだと思うので、ちょっとそこの違いについて触れていきたいと思うんですけど、さっきもちょっと言ってたように会議のための会議があるっていうのは本当によく聞く話で、まあ、私も経験あるけど、それってなんでだろうね。1時間会議の後で最後はじゃあ一体結論は何だろうとという質問よく出てきましたね。あと会議の中でだいたい参加しないといけない人はだいたい3人4人で十分なのに、でもいっぱいの人が出てなんかポイント関係ない話が混じっていて、そういう場合はよくありますよ。この座ってるおじさまは別に必要ないのに、いつもなんかこの人座ってるだけでね、会議に参加してるとか不思議ですよ、ね。30分で終われる会議なのに関係者じゃない人が参加していたから、なんか1時間伸びてしまうという場合も、よくありますね。他に会議以外の視点とかでなんか違うなって思うことありました？日本の方はなんかレポートが大切にしているようですよね。議事録みたいなもの、うん、例えば一つの例ですけど、日本語で何で言います？総経理、総経理、なんていうか副社長みたいな。会社って結構なんか偉い人ですよね。日本から台湾に来て台湾 の、 その子会社を管理している仕事 でしたよね。今までその台湾人たちがもうそういう仕事のスタイルとか慣れてきていて、みんなが仕事の内容が分かっていて、毎週の朝会とかあとレポート、うん、記事録などをなんかそんなに大事にしていなかったのに、
で、その日本人のその経理さん、経理が来、総経理が来て、あ、じゃあ今までに何をしたのだろうか、そういうなんか仕事一つ一つについて細かくなんかレポートとして提出してくださいと台湾人の関係者に言っていましたね。で、そして私はその時の、まあ、通訳でした。期末方ですよ。なぜかと言ったら台湾人の方は今まではレポートなしに、まあ、うまくやってきたのに、どうしていきなりそういうレポートを出すのかなと理解できなかったですよね。でも直接にその総経理になんか強く言えないですよ。上司だから、あ、そう必要はないですよとは言えないですよね。なんか中国で言えば、あ、我们就是这样做啊，干嘛一直都是这样做，干嘛写报告呢？什么什么？直接に私に強く言いました。私に言うしかないですよね。直接に相手に言えないですよね。でも私はできるだけその彼らたちのそういう不満な気持ちをなんか柔らかにして総経理に報告しました。総経理も台湾人たちの、まあ、気持ちが分かっていて、じゃあもしな簡単だけど ね、お願いできませんかと、なんかそういうお願い しまして、そうレポートを簡単に書いてください。その簡単の基準は何なのっていうのも分かんないんじゃないですか。台湾人にとっての簡単は日本人にとっての簡単は違いますね。うん、ちょっとなんか文句言ってるだけでちょっと済ませないから、ちょっと日本でこれで良かったかも。そうだね。いい方向もちょっと話しとかないとちょっとまとまらないので。なんか日本企業のじゃあ、そうすごいなって思ったとことか逆にありますね。もちろん全部悪いとは言えないですけど、デメリットがあればメリットもありますよね。日本人のそういう細かいところ、一つの面だけではなくていろいろな面で、だ物事を見て考えるのは、まあ、確かに台湾人にとっては、まあ、大事だと思いますね。自分自身はあまり細かいことに対してあまり気にしないことですよね。私大雑把な人ですから、細かい人に対してあまり気にしてないから、よく周りの人になんか迷惑をかけてしまいましたよ。今のお仕事もちょっと話してくれませんか。そう、オンラインの教師をされているということだったんですけれども、テキストの内容は私が決めたのではなくて、それはあの会社が決まったんですよね、うん、その会社は3級以上は3級含めて日本人しか教えてないですよ。あ、日本語検定3級ってこと？そうですね、私は5級と4級を教えていますね。学生さんは何人ですか？一番多いのは6人ですよ。6人以上のはないですよ。1対1の内容もありますね、うん、皆さん生徒さんはどういう志というか、なんで日本語勉強したいとかそういうふうに思ったんですかね。まあ一番多いのは日本のアニメのドラマが好きのが原因ですよ。アニメドラマやっぱり。あと旅行ですね。日本への旅行が大好きだから、仕事のために日本語を学ぶのは少ないですよ、うん、あと年齢層は一番若いのは大体10歳くらいで、年上は大体70歳のもありまして、私もあの台湾で生活していて、本当に台湾人の人みんなアニメドラマすごい詳しくって、ちょっとそのあたりについても話したいなと思うんですけれども、台湾ってまずケーブルテレビみたいなちょっとローカルなテレビ局が何局かあって、そこでずっと日本のテレビ番組ドラマとかもね放送し続けてる放送局があるわけですよね。でそれとかを見てると、まあ、ちびまる子ちゃんとかアニメもそうだし、あのもう先週日本で放送されたばかりのドラマとかが放送されていて、みんな最新の情報をすごいキャッチしているのが本当にすごいな、まあ、そういうところでみんな日本好きになってくれるんだろうなと思うんですけれども、これね本当もっとみんな言ってた方がいいと思うんですけど、どう思います？そう、私も見ていますね、まあ、私の1歳の娘と、まあ、毎日あの午後5時に、まあ、ちびまる子を見ていますね。私は小さい頃から今までずっとちびまる子を見ていますね。いや大学の時ね、一番楽しいのは、晩ご飯を食べながらちびまる子を見ていました。で今もそうですね。私の娘も見ても内容がわからないですけど、でもとりあえずテーマソングを見て聞きながら自分もなんか音で来ましたね。まあ可愛いですよ。ドラマ、日本のドラマは大学の時期によく見ていましたけど、でも今は夜はほとんど日本語を教えていますから見る時間がないですよね。じゃあヨウさんが一番印象に残ってる日本のドラマとかありますか？まあありますね。私がそれを見て初めて日本のドラマが好きになったのはワーターボーイ。あ、ワーターボーイ。な、日本中国語といえば水男孩ですよ。ああ。
あ、ワタボーイ、そうですね。なんか男なのになんかシングルをやっていて、はい、そういう、まあ、青春とかを 語るそういうドラマですね、はい、まあ、それは印象的ですよね。あと女王の教室古いじゃあ、あなたは印象に残っているドラマあります？東京ラブソウル。いや、古すぎる。オレンジデイズ。ああ、オレンジデイズは台湾人結構みんな知ってるよね。あと、プロポーズ大作戦。うん、ああ、大作戦。もうすごい台湾人好き。うちの弟はあれは大好き。もう3回見た。りょうさんはウサギが好きというふうに聞いているんですけれども、どうして好きなんですか？まあ、実は私は面食いですよ。どういうこと？なぜかというと、まあ、ウサギはなんか外見は可愛いだけで、他にあまりいいところないですよ。ウサギの性格は猫と犬の間ですよ。ほう、犬に似ているウサギはなんか人にちょっと甘やかしたりして、猫に似ているウサギはあまり人を相手にしないですよね。ほう、人を相手にしないウサギと親しくなったらなんか達成感がありますね。私はそういう達成感を求めています。ちょっとよくわからない気持ちだ。ちょっとなかなか理解できない世界だね。で、何匹持ってるの？2匹飼っています。簡単に言えば時々甘やかりして時々、うん、ツンデレじゃん。うん、ツンデレツンデレ。お、それは日本語でツンデレで意味、お、初耳ですね。そうそうそう。2匹のウサギはだいたい1週間家まで迎えて1週間くらいですよね、うん、で、まだ今まだツンデレの段階です。ツンデレの段階で、私今なんかツンデレから私と親しくなるというそういう過程を求めていますね、うん、もし私と親しくなればな、犬よりもっとの楽しくなりますね。面白い。ちょっと今度、ウサギとヨウさんが一緒にいるところを見てみたいよね。まあ、かわいいウサギを飼いたいなら、うん、ピュアなウサギを飼った方がいいですよ。あー、ミックスしてないってこと？そうそう、ミックスしてない。かわいいし、まあ、おとなしいですよね。ミックスの、動物の方がなんか野生、自然に近いですから、なんか人を攻撃したり意識があります。もう一つ、もし本当に寂しがり屋はウサギを飼わない方がいいですよ。なんで逆じゃないの？うん、寂しがりは犬を飼った方がいいですね。あ、フレンドリーだもんね、犬はね、うん、もしあまり人を相手にしないウサギを飼ったら逆に寂しくなりますよ。寂しく思いますよ。なんで私に相手しないのって。そっか、犬はそういう問題はないですよね。ペット屋さんでウサギを選ぶときね、うん、ほとんど初めて飼うウサギは小さいですから、うん、なんかそういうウサギの性格がわからないですよ、うん、飼って1ヶ月2ヶ月後そういうあの性格が初めて出てきて、どのように対応するかを初めて分かります、うん、ウサギを選ぶときはなんか宝くじみたいな感じですよね、うん、どんなウサギを買うのか分からないですよ、うん、じゃあなんか最後にあのヨウさんから伝えておきたいこととか、あ、これ言い忘れちゃったとか付け足したいこととか何かありますか？私今日伝えたいのは、台湾人が良くて日本人が悪いという決してそういう意味ではないですよ、うん、違う国でもみんなそういう性格がそれぞれありまして、うん、メリットがあれば逆に言ってメリットもあります、うん、ですからお互いに尊重した方が、うん、そのなんか関係が長く続けると思いますね、うん、日本人 の仕事の仕方がよくいや悪いとは言えないですよ、うん、決してそうではないですよね、うん、もちろんそういう日本人のいや細かいやり方も台湾人が学ぶべきところがありますよ、うん、お互いに受け入れてもっと進歩できると思いますね。今日はなんだかざっくばらんな雑談会ということで、もういろんなお話が出てきてすごいもう面白かった。じゃあ今日のゲストヨウさんでした。どうもありがとうございました。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。シェシェ。当番組へのゲスト出演希望募集中です。自薦他薦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。ゆのみポッドキャストはウェブサイト、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それでは次のエピソードをお楽しみに。